テント。テント、または、天幕は、木や金属の骨組みと布地などからなる住宅である。その歴史は古く、旧約聖書ので、エジプト期などにも、儀式や居住のために天幕を設営する描写が見られ。乾燥地帯や砂漠の各地を巡回する遊牧民などは、簡単に設営解体できる、天幕住居を利用する。パオ、または、 ゲルと呼ばれるものが代表的である。その他、狩猟民族においても、長期に移動したり、国所から逃れるために、風通しの良い簡易の住居として、夏場だけ、天幕住居を利用する人々もいる。これらの住居は、中で火を焚くことができ、普通の意味でのテントではない。仮設建築とは、地盤面に大使献血接合されているが、建築構造体は、 高級的な仕様ではないという条件の元主要構造部や屋根などに対し防火性能や強度において一定の基準の低減が認められた建築物工作物を指す防火性能などの基準を満たすテント、膜式屋根材も製造されており一般の住居である建築物の屋根にも使用されているまた日さし部分においては規定の範囲外とされる部分も あるので商業建築の開口部の日差しや住宅の玄関の日差しなどにもテントが使用されている。荷さばき場や商店街のアーケード通路などで使われる。基本的に一度設営すると解体しない。設営及び撤去には土木工事が必要になる。そのため骨組みはかなり頑丈で布も非常に厚手のビニールや骨のせいである。大きさは数十メートルになる場合もあり。 数ヶ月ごとに各地を巡回するサーカス小屋もここに含まれる。建築学において幕構造建築の一種、テント構造として位置づけられる。ドイツの構造家フライオットー、フライオットーによって確立され、ミュンヘンオリンピック公園のテントで劣史した建築構造として認知されることとなった。柱、量の数を必要としない幕状の釣り構造であり、軽量。 低コストで大空間を構成することができるというメリットがある。なお鉄骨作りなどで壁を組み、その上に膜構造の屋根をかけるという手法もある。様々な形、大きさがあるが、三角屋根と六本の足で構成されている二軒三軒テントが一般的。家型のテントでパイプの組み立て式の骨組みにキャンバス地の屋根を張ったもの。 中に人が立って活動するのに必要な高さはある。居住用ではなく、イベントなどで雨と日光を防ぐためのものである。使用目的によって、速報にも幕を張って用いることがある。構造上強風には弱い。突風により飛ばされるなどの事故をできるだけ防ぐためにも、足に重しをつけたりロープと杭を使用すると、何らかの固定を施す必要がある。日本国内においては、 学校や町内会をはじめとする、集会、運動会等屋外イベントの本部用、救護用テントなどとして用いられ、目にする機会が多い。運搬に自動車を使うため登山用と違い軽量であることは、さほど重視されておらず、登山用に比べて一人分のスペースがかなり大きめに、計算されている。居住制やキャンプに慣れていない人でも設営できることが、重視される。 ドーム型テント、A 型、家型等様々な形状がある。タープやツーバーナー等と組み合わせてテントサイトを形成することが前となっている。中には夏場の使用を想定してメッシュタイプの蚊帳に近いものや複数の部屋が組み合わさったものもある。登山用品店からホームセンターやデパートなど様々なところで売られているが、価格、品質にかなりばらつきがある。 代表的なオートキャンプ用、テント、格好は、メーカー名。登山では、テントを含むすべての荷物を背負って行動するため、小型軽量、かつ強風に耐えることが求められる。そのため、工述する他のテントに比して、居住性が犠牲となっている。エドワード・ウィンパーが1862年にウィンパー、テントを、発明し、後のテントの基本となった。 また自分で運搬する場合には、ママリーテントが利用された。日本においては、エドワード・ウェストンなど外国人による登山を別にすれば、小島薄いらが1909年赤石山脈に登った際に装備担当となった、西エ武サ・タケシの助が、水星を参考に設計し、当時東京京橋船松町にあったホヌノ店、片桐に作らせたものが最初とされている。その後登山でも、 三角柱を寝かせた形のテント、A 型テントや、それを改良した A 型、ロッジ型テントが主流であった。1970年に2本のフレームを、本体スリーブを通して、X 字状に組み、本体四隅の穴に通してその張力で本体を、自立させ、柔構造で軽量と台風性を兼ね備えるドーム型、テントエスパースが、東京で発売され、 フレームの丸みゆえに居住空間も大きく圧迫感がないことから急速に広まった。また1970年に試作され1971年に関西で発売されたカラコルムテントはスリーブを使わずフレームを自立させた後でテント本体をフックでフレームに吊り下げる方式を取り凍えた手で厚いミトンをしたままでも迅速に設営撤収ができた。これらの発明により ウィンパーテントは急速に姿を消し、その後はドーム型テントが主流である。同じドーム型でも複数のポールを使うものやウォザ型にクロスさせるなどメーカーにより様々な工夫なされている。テントのシートに防水性があっても、それ一枚だけでは結露や人間自体の呼吸、発汗等によって内部が湿ってしまうため、フライシートとインナーシート、 インナーテントとも呼ばれるで二重が前にし、隙間を作ってこの問題を解決しているものが主流である。フライシートには防水性が高いものを、インナーシートには底面以外に通気性がある素材が使用されていることが多い。ゴアテックスは本体に使用し、フライシートがないテントもある。8人以上が入れるタイプは大規模登山における。 ベースキャンプ用途であり、かなりまとまった設営スペースが必要となるので、一般的な登山には不適である。大型になるほど風雪に弱く、飛ばされてしまった時のリスクを分散するため、登山では10人以上であっても4から6人タイプのものを複数使う。登山以外にも軽量であることに着目し、野宿を伴う徒歩旅行、自転車、バイクのツーリングにもよく使われる。 重量が多少アップしても居住性やコストを重視したツーリング向けモデルを出しているメーカーもある。使用時期により、スリーシーズン、春、夏、秋用と冬季用に分かれる。非常時やビバーク時などに使用されるセルトと呼ばれる小型軽量テントもある。代表的な登山用テント、格好はメーカー名。戦争時の軍隊の居住用から、 災害時の避難施設としての仮設住宅や難民キャンプなどで国連をはじめとする国際支援によって設置されるテントなどがあり、その仕様は軍事用のものから一般の試供品まで様々である。中には自然保護区にあるサファリホテルや資材の運搬が困難な場所に立つリゾートホテルなど固定ジ部分に限らず全体が大型の仮テントで作られているものもある。また最近では 車の上に乗せるルーフテントというものもあり、車中泊などで手軽に旅を楽しむ人たちに少しずつ浸透し始めている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。